ここでは、アデビプレミアプロのルミトリカラーパネルを利用して、色補正を行う方法について解説いたします。はい。プレミアを起動してですね、えー、映像クリップ読み込んで、タイムラインに配置してシーケンス設定してあります。ここでですね、クリップに対して色補正を行っていこうという、カラーグレーディングと言われたやつですね、行っていきたいと思います。でまず、えー、カラー補正をしたいですね、クリップ、から選択します。次にですね、ワークスペースを切り替えます。 現在、編集というですね、ワークスペース設定されていますけれども、カラーのボタンをクリックすると、えー、カラー補正用のですね、えー、ワークスペースに切り替えてくれます。はい。このワークスペースなんですけども、えー、ルミトリーカラーというですね、えー、パネルが搭載されています。これ非常に使いやすいパネルでして、はい、えー。ここのところ、これメニューなんですけども、これクリックするとですね、メニュー一覧が表示されます。構成としては、えー、基本補正、えー、クリエイティブとかですね、トーンカーブ、 カラーホイール、ビネットなどがあるんですけども、今回はですね、えー、基本的な色補正を行いたいので、えー、基本補正というですね、これを選択します。えー、クリックすると、えー、項目がですね、えー、表示されます。大きな項目としてはホワイトバランスとトーンというのがあるんですけども、このですね、ホワイトバランスの中にある色温度と色かぶり補正というですね、この2つのスライダー、これをドラッグするとですね、えー、こんな風にですね、えー 色温度ですとか、あるいは色のかぶりの補正をすることができます。その下のトーンはですね、えー、光の量ですとか、あるいはコントラスト、えー、その他ハイライト部分、シャドウ部分の調整とかですね、えー、ができるようになっています。で、えー、設定を元に戻したいという場合には、このリセットボタン、クリックすると、はい、えー、このトーンの部分のですね、設定を元に戻すことができます。また、えー、自動ボタン、これをクリックするとですね、 はい。最適な状態に設定を変えてくれます。また、ここでのこう設定をですね、確認して、例えば、オン・オフしたいよって場合には、はい、ここの部分ですね、補正のところのチェック、オン・オフすることで、確認できます。また、エフェクトコントロールパネル、これ表示するとですね、デミトリカラーというエフェクトが追加されているのがわかります。ここの部分でもですね、ボタンのオン・オフで、 え、設定をですね、確認することができます。はい。また、あの、スコープなんですけども、リミテルスコープというパネルが、え、搭載されています。ここでは、様々なですね、スコープを表示することができます。現在波形が表示されていますけども、この他にですね、ベクトルスコープの HLS ですとか、あるいは、ベクトルスコープの YUV ですね。それとヒストグラムとか、もう一つ、パレードとかも、 はい。こういったふうにですね、様々なスコープを表示して確認することができます。はい。こういったですね、様々な使いやすい機能を使いながら色補正を行っていくことが可能になります。ここでは、a d o b e Premiere Pro のルミトリカラーパネルを利用し、色補正を行う方法について解説いたしました。